強い、もう安城今一言ですね、強いっていうか、攻めてますけどね。これ出る、これ出る、シュートが決まった、黒部が決めた。横浜が同点に追いつかれました。アビスパが同点に追いつきました。いや、ここで黒部が来ました。そうですね、ここのクロスボールですけども、まあ、大久保がちょっとタンブルして、まあ、怖がったんですけれども、その後の黒部の、まあ、反転っていうんですかね、反転しながらのシュートは見事だったですね。もともと能力の高い選手ではありますけれども、このシュート